WPS Office は中国のソフト開発販売会社金山南九段の合弁会社であるキングソフト株式会社のオフィススイート製品である。マイクロソフトオフィスに類似したユーザーインターフェースと操作性、マイクロソフトオフィスとの高いファイル互換性が特徴である。保存ファイル形式は2012まではマイクロソフトオフィス2003までの形式と同一のものを採用し、 2013からは、ライターとスプレッドシッツに限って、マイクロソフトオフィス2007以降の形式にも対応した。2012及びプレゼンテーションであっても読み込みに限っては、マイクロソフトオフィス2007以降の形式にも対応する。2016からは読み込み、保存ともにマイクロソフトオフィス2007以降の形式に完全対応した。 マイクロソフトオフィスの廉価な完全コピー版ではなく、使用頻度が少ないと考えられた機能は省略され、一方、タブ式のファイル表示や段落書式のアシスタント機能など、オリジナル要素が付加されている。2008年からのパソコンの低価格化を追い風に、安価なオフィススイートとして、BTO パソコンの選択肢に組み込まれることが、増えている。また、低価格を武器として、 インターネットカフェや教育機関でのシェア拡大を目指している。中国語版、英語版、スペイン語版など複数の言語版ではフリーソフトとして無償でダウンロードできる。マイクロソフトストアからも無償でダウンロードできる。1989年に中国でリリースされたワープロソフト WPS1.0 がその起源である。その後機能を増やし、 オフィススイートに発展し、一時は中国国内で90%のシェアを占めるが、Windows95 の発売で、デファクトスタンダードの地位をマイクロソフトオフィスに奪われ、シェアを10%にまで落とした。起死回生の一手として2005年9月にリリースしたのが WPS Office2005 である。あえてマイクロソフトオフィスに操作性を偽、 同一のファイル形式にしたことが好評を博し、シェアを20%台にまで回復し、2006年11月には、キングソフトオフィスのタイトルで、日本に進出した。WPS オフィスは2000年、2008年、中国の国家鍵進歩賞に当賞を受賞している。さらに、2009年12月、2010年6月、WPS オフィスは、 中央企業を調達リストに入選し、オフィスソフトの分野で史上初の2回入選を達成している。キングソフト自らが、マイクロソフトオフィスにユーザーインターフェースを似せたと語り、マイクロソフトオフィスとの互換性や、同製品よりも安価であることを売りにしている。これらの行為が法律上の問題を抱えていないかという点について、キングソフトの元代表取締役である、広沢一郎は発売当時、 法的に問題がないとの考えを示している。現在、マイクロソフト側からの訴訟は提起されていないだけでなく、マイクロソフトの Windows 8、7、Vista の公式認定ロゴを取得しており、マイクロソフト社からも公認されている形となっている。ありがとうございます。